ば長崎県は佐世保市から参加の廃棄よかと答えザ・熟年&ファミリーズの皆さんです。長崎県佐世保市から参加の東部の町廃棄からやってきた皆さんですね。幼児から大人まで踊り子がそれぞれの持ち味を出しながらチームとして一体化した踊りを目指しています。若者は躍動的に、人生経験豊富な熟年は健康の保持で無理なく華やかに、親子、姉妹、娘と孫などまさにファミリーで踊っていただきます。それでは廃棄よかと答えザ・熟年&ファミリーズの皆さんです。どうぞ。こんにちは、廃棄よかと答えでございます。会場から声援いただきましてですね、本当ありがとうございます。私ども、ご覧の通り、先ほどのキッズたち、からかれこれ数えて30年、40年、50年経っておりますでしょうか。でもそのパワーをですね、私も披露させていただければと思っております。ではよろしくお願い申し上げます。Yeah.
ありがとうございました。では個人賞発表いたします。まず一人目、私のお隣にいます、おめでとうございます。そしてもう一方、おめでとうございます。輝いていた踊り子さんへの個人賞の発表でした。今皆さんは佐世保市からご参加ということですね。北海道にお越しいただいてありがとうございます。ハイキーよかとこ対ザ・熟年&ファミリーズの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に北海道だけではなく全国各地、さらには世界からも参加するという28回目を迎えた、ありがとうございます。よさこいソーラー祭りです。